心理試験、江戸川乱歩福な誠一郎がなぜこれから記すような恐ろしい悪事を思い立ったか、その動機については詳しいことは分からぬ。また、たとえ分かったとしても、このお話には大して関係がないのだ。彼が 半ば区学みたいなことをしてある大学に通っていたところを見ると学士の必要に迫られたのかもとも考えられる彼はまれに見る秀才でしかも非情な勉強家だったから学士を得るためにつまらぬ内職に時を取られて好きな読書や試作が十分できないのを残念に思っていたのは確かだだがそのくらいの理由で人間は あんな大罪を犯すものだろうかおそらく彼は先天的の悪人だったのかもしれないそして学士ばかりでなく他のさまざまな欲望を抑えかねたのかもしれないそれはともかく彼がそれを思いついてからもう半年になるその間彼は迷いに迷い考えに考えた挙句。 結局やっつけることに決心したのだある時彼はふとしたことから同級生の斉藤勇と親しくなったそれが事の起こりだった初めは無論何の精神があったわけではなかったしかし中途から彼はあるおぼろげな目的を抱いて斎藤に接近していった そして接近して行くに従ってそのおぼろげな目的がだんだんはっきりしてきた斎藤は1年ばかり前から山の手のある寂しい屋敷町の素人屋に部屋を借りていたその家のあるじは管理の未亡人でと言ってももう60に近い老婆だったが 婦の残していった数件の借家から上がる利益で十分生活ができるにもかかわらず子どもを恵まれなかった彼女はただもうお金が頼りだと言って確実な知り合いに小金を貸したりして少しずつ貯金を増やしていくのをこの上もない楽しみにしていた斎藤に部屋を貸したのも一つは 女ばかりの暮らしでは不用心だからという理由もあっただろうが一方では部屋代だけでも毎月の貯金額が増えることを感情に入れていたに相違ないそして彼女は今時あまり聞かぬ話だけれども主選度の心理は古今東西を通じて同じものと見える表面的な銀行預金のほかに莫大な現金を自宅の ある秘密な場所へ隠しているという噂だった吹機はこの金に誘惑を感じたのだあの老いぼれがそんな大金を持っているということに何の価値があるそれを俺のような未来のある青年の学士に使用するのは極めて合理的なことではないか簡単に言えばこれが彼の理論だった そこで彼は斎藤を通じてできるだけ老婆についての知識を得ようとしたその大金の秘密な隠し場所を探ろうとしたしかし彼はある時斎藤が偶然その隠し場所を発見したということを聞くまでは別に確定的な考えを持っていたわけでもなかった君 あのばあさんにしては感心な思いつきだよ。大抵、縁の下とか、天井裏とか、金の隠し場所なんて決まっているものだが、ばあさんのはちょっと意外なところなのだよ。あの奥座敷の床の間に、大きなもみじの植木鉢が置いてあるだろう。あの植木鉢の底なんだよ。その隠し場所がさ、どんな泥棒だって、 まさか植木鉢に金が隠してあろうとは気づくまいからね婆さんはまあ言ってみれば主戦土の天才なんだねその時斎藤はこう言って面白そうに笑ったそれ以来吹彌の考えは少しずつ具体的になっていった老婆の金を自分の学士に振り返る経路の一つ一つについて あらゆる可能性を感情に入れた上最も安全な方法を考え出そうとしたそれは予想以上に困難な仕事だったこれに比べればどんな複雑な数学の問題だって何でもなかった彼は千にも言ったようにその考えをまとめるだけのために半年を費やしたのだ 難点は言うまでもなくいかにして刑罰を逃れるかということにあった倫理上の障害すなわち両親の呵責というようなことは彼にはさして問題ではなかった彼はナポレオンの大がかりな殺人を罪悪とは考えないでむしろ賛美すると同じように才能のある青年がその才能を育てるために 家に片足を踏み込んだ老いぼれを犠牲にともすることを当然だと思った老婆はめったに外出しなかった終日黙々として奥の座敷に丸くなっていたたまに外出することがあっても留守中は田舎者の女中が彼女の命を受けて正直に見張り番を務めた 吹家のあらゆる苦心にもかかわらず老婆の用心には少しの隙もなかった老婆と斎藤のいない時を見計らってこの女中をだまして使いに出すか何かしてその隙に例の金を植木鉢から盗み出したら吹谷は最初そんなふうに考えてみたしかしそれは甚だ無分別な考えだった たとえ少しの間でもあの家にただ一人でいたことが分かってはもうそれだけで十分嫌疑をかけられるではないか彼はこの種のさまざまな愚かな方法を考えては打ち消し考えては打ち消すのにたっぷり1ヶ月を費やしたそれは例えば斎藤か女中かまたは 普通の泥棒が盗んだと見せかけるトリックだとか、女中一人の時に少しも音を立てないで忍び込んで、彼女の目に触れないように盗み出す方法だとか、夜中、老婆の眠っている間に仕事をする方法だとか、そのほか考えうるあらゆる場合を彼は考えた。しかし、どれにもこれにも発覚の可能性が 多分に含まれていたどうしても老婆をやっつけるほかはない彼はついにこの恐ろしい結論に達した老婆の金がどれほどあるかよくわからぬけれどいろいろの点から考えて殺人の危険を冒してまで執着するほど大した金額だとは思われぬたかの知れた金のために 何の罪もない一人の人間を殺してしまうというのはあまりに残酷すぎはしないかしかしたとえそれが世間の標準から見ては大した金額でなくとも貧乏な吹き家には十分満足できるのだのみならず彼の考えによれば問題は金額の多少ではなくてただ犯罪の発覚を 絶対に不可能ならしめることだったそのためにはどんな大きな犠牲を払っても少しも差し支えないのだ殺人は一見単なる窃盗よりは幾双倍も危険な仕事のように見えるだがそれは一種の錯覚に過ぎないのだなるほど発覚することを予想してやる仕事なれば 殺人はあらゆる犯罪の中で最も危険に相違ない。しかしもし犯罪の傾聴よりも発覚の難易を目安にして考えたならば場合によっては例えば不規の場合のごときはむしろ窃盗の方が危うい仕事なのだこれに反して悪事の発見者をばらしてしまう方法は残酷な代わりに心配がない。 昔から偉い悪人は平気でズバリズバリと人殺しをやっている彼らがなかなか捕まらんのはかえってこの大胆な殺人のおかげなのではなかろうかでは老婆をやっつけるとしてそれには果たして危険がないかこの問題にぶっつかってから吹矢は数ヶ月の間考え通したその長い間に 彼がどんなふうに考えを育てていったかそれは物語が進むに従って読者にわかることだからここに省くがともかく彼は到底普通人の考えを呼ぶこともできないほど美に入り際にうがった分析並びに総合の結果ちり一筋の毛抜かりもない絶対に安全な方法を考え出したのだ今はただ 時期の来るのを待つばかりだったがそれは案外早く来たある日斎藤は学校関係のことで女中は使いに出されて2人とも夕方まで決して帰宅しないことが確かめられたそれはちょうど吹彌が最後の準備行為を終わった日から2日目だった その最後の準備行為というのはこれだけは前もって説明しておく必要があるかつて斎藤に例の隠し場所を聞いてからもう半年も経過した今日それがまだ当時のままであるかどうかを確かめるためのある行為だった彼はその日すなわち老婆殺しの2日前斎藤を訪ねたついでに 初めて老婆の部屋である奥座敷に入って彼女といろいろ世間話を取り交わした彼はその世間話を徐々に一つの方向へ落としていったそしてしばしば老婆の財産のことそれを彼女がどこかへ隠しているという噂のあることなを口にした彼は隠すという言葉の出るごとに それとなく老婆の目を注意した。すると彼女の目は彼の予期した通りその都度、床の間の植木鉢もうその時はモミジではなく松に植え替えてあったけれどにそっと注がれるのだ吹矢はそれを数回繰り返してもはや少しも疑う余地のないことを確かめることができた さていよいよ当日である彼は大学の制服制帽の上に学生マントを着用しありふれた手袋をはめて目的の場所に向かった彼は考えに考えた上結局変装しないことに決めたのだもし変装をするとすれば材料の買い入れ着替えの場所その他さまざまな点で 犯罪発覚の手がかりを残すことになるそれはただ物事を複雑にするばかりで少しも効果がないのだ犯罪の方法は発覚の恐れのない範囲においてはできる限り単純にかつあからさまにすべきだというのが彼の一種の哲学だった要は目的の家に入るところを見られさえしなければいいのだ たとえその家の前を通ったことが分かっても、それは少しも差し支えない。彼はよくその辺を散歩することがあるのだから、当日も散歩をしたばかりだと言い抜けることができる。と同時に、一方において、彼が目的の家に行く途中で知り合いの人に見られた場合、これはどうしても感情に入れておかねばならぬ。 妙な変装をしている方がいいか、普段の通り、制服、制帽でいる方がいいか、考えてみるまでもないことだ。犯罪の時間についても、待ちさえすれば都合よい夜が、斎藤も女中も不在の夜があることは分かっているのになぜ彼は危険な昼間を選んだか。これも、服装の場合と同じく、 犯罪から不必要な秘密性を除くためだったしかし目的の家の前に立った時だけはさすがの彼も普通の泥棒の通りにいやおそらく彼ら以上にビクビクして前後左右を見回した老婆の家は両隣とは生垣できで境した一軒立ちで向かい側には ある富豪の邸宅の高いコンクリート塀がずっと一丁も続いていた寂しい屋敷町だから昼間でも時々はまるで人通りのないことがある吹き家がそこへたどり着いた時もいい塩梅に通りには犬の子一匹見当たらなかった彼は普通に開けばバカにひどい金属製の音のする格子道 そろりそろりと少しも音を立てないように開閉したそして玄関の土間からごく低い声で「これらは林家への用心だ案内をこうた老婆が出てくると彼は斎藤のことについて少し内密に話したいことがあるという口実で奥の間に通った」 座が定まると間もなくあいにく女中がおりませんのでと断りながら老婆はお茶を汲みに行った吹き屋はそれを今か今かと待ち構えていたのだ彼は老婆が襖を開けるために少し身をかがめた時矢庭に後ろから抱きついて両腕を使って手袋ははめていたけれども なるべく指のとはつけまいとしてだ。力任せに首を絞めた老婆は喉のところでグッというような音を出したばかりで大してもがきもしなかったただ苦し紛れに空をつかんだ指先がそこに立ててあった屏風に触れて少しばかり傷をこしらえたそれは 二枚りの時代のついた金屏風で極彩式の六花線が描かれていたがそのちょうど小野の小町の顔のところが無残にも一寸ばかり破れたのだ老婆の息が絶えたのを見定めると彼は死骸をそこへ横にしてちょっと気になる様子でその屏風の破れを眺めたしかし よく考えてみれば少しも心配することはないこんなものが何の証拠になるはずもないのだそこで彼は目的の床の間へ行って例の松の木の根元を持って土もろともすっぽりと植木鉢から引き抜いたその底には油紙で包んだものが入れてあった 彼は落ち着き払って、その包みを解いて、右のポケットから一つの新しい大型の財布を取り出し、紙幣を半分ばかり、十分5000円はあった、その中に入れると、財布を元のポケットに収め、残った紙幣は油紙に包んで、前の通りに植木鉢の底へ隠した。無論 これは金を盗んだという証跡をくらますためだ老婆の貯金の高は老婆自身が知っていたばかりだからそれが半分になったとて誰も疑うはずはないのだそれから彼はそこにあった座布団を丸めて老婆の胸にあてがいこれは血潮の飛ばぬ用心だ左のポケットから一丁のジャックナイフを取り出して 歯を開くと心臓をめがけてぐさっと突き刺しぐいと一つえぐっておいて引き抜いたそして同じ座布団の布でナイフの血のりをきれいに拭き取り元のポケットへ収めた彼は絞め殺しただけでは蘇生の恐れがあると思ったのだつまり昔のとどめを刺すというやつだ では、なぜ最初から刃物を使用しなかったかというとそうしてはひょっとして自分の着物に血潮がかかるかもしれないことを恐れたのだここでちょっと彼が紙幣を入れた財布と今のジャックナイフについて説明しておかねばならぬ彼はそれらをこの目的だけに使うためにある縁日の露店で買い求めたのだ 彼はその縁日の最もにぎわう自分を見計らって最も客の混んでいる店を選び小札通りの小銭を投げ出して品物を取ると商人はもちろんたくさんの客たちも彼の顔を記憶する暇がなかったほど非常に素早く姿をくらましたそしてこの品物は両方ともごくありふれた 何の目印もありえないようなものだったさて吹彌は十分注意して少しも手がかりが残っていないのを確かめたあとふすまの締まりも忘れないでゆっくりと玄関へ出てきた彼はそこで靴のひもを締めながら足跡のことを考えてみただがその点はさらに心配がなかった 玄関の土間は固い漆喰だし表の通りは天気続きでカラカラに乾いていた後にはもう格子堂を開けて表へ出ることが残っているばかりだだがここでしくじるようなことがあってはすべての苦心が水の泡だ彼はじっと耳を澄まして辛抱強く 表通りの足音を聞こうとしたしんとして何の気配もないどこかのうちでことを断じる音がコロリンシャンとしごくのどかに聞こえているばかりだ彼は思い切って静かに格子戸を開けたそして何気なく 今糸とまを告げたお客様だというような顔をして往来へ出た案の定そこには人影もなかったその一角はどの通りも寂しい屋敷町だった老婆の家から仕事を隔たったところに何かの社の古い石垣が往来に面してずっと続いていた 吹谷は誰も見ていないのを確かめた上そこの石垣の隙間から凶器のジャックナイフと血のついた手袋等を落とし込んだそしていつも散歩の時には立ち寄ることにしていた付近の小さい公園を目指してブラブラと歩いていった彼は公園のベンチに腰をかけ子供たちがブランコに乗って遊んでいるのを いかにものどかな顔をして眺めながら長い時間を過ごした帰りがけに彼は警察署へ立ち寄ったそして今しがた、この財布を拾ったのですだいぶたくさん入っているようですからお届けしますと言いながら例の財布を差し出した彼は 巡査の質問に答えて拾った場所と時間ともちろんそれは可能性のあるデタらめなのだ自分の住所生命とこれは本当のを答えたそして印刷した紙に彼の生命や金額などを書き入れた受取証みたいなものをもらったなるほど これは非常に無縁な方法にはそういないしかし安全という点では最上だ老婆の金は半分こになったことは誰も知らないちゃんと元の場所にあるのだからこの財布の遺失主は絶対に出るはずがない一年の後には間違いなく不機嫌の手に落ちるのだそして誰はばからず 大びらに使えるのだ彼は考え抜いた挙句この手段を取ったもしこれをどこかへ隠しておくとするかどうした偶然から他人に横取りされまいものでもない自分で持っているかそれはもう考えるまでもなく危険なことだのみならずこの方法によれば万一老婆が紙幣の番号を控えていたとしても 少しも心配がないのだもっともこの点はできるだけ探って大体安心はしていたけれどまさか自分の盗んだ品物を警察へ届けるやつがあろうとは本当にお釈迦様でもご存じあるまいよ。彼は笑いをかみ殺しながら心の中でつぶやいた。 翌日吹谷は下宿の一室で常と変わらぬ安眠から目覚めるとあくびをしながら枕元に配達されていた新聞を広げて社会面を見渡した彼はそこに意外な事実を発見してちょっと驚いただがそれは決して心配するような事柄ではなくかえって彼のためには予期しない幸せだった というのは友人の斎藤が嫌疑者として挙げられたのだ嫌疑を受けた理由は彼が身分不相応の大金を所持していたからだと記してある俺は斎藤の最も親しい友達なのだからここで警察へ出頭していろいろ問いただすのが自然だな吹矢は早速着物を着替えると 慌てて警察署へ出かけたそれは彼が昨日財布を届けたのと同じ役所だなぜ財布を届けるのを管轄の違う警察にしなかったかいやそれとてもまた彼一流の麦香主義でわざとしたことなのだ彼は過不足のない程度に心配そうな顔をして 斉藤に会わせてくれと頼んだしかしそれは予期した通り許されなかったそこで彼は斎藤が嫌疑を受けたわけをいろいろと問いただしてある程度まで事情を明らかにすることができた吹矢は次のように想像した昨日斎藤は女中よりも先に 家に帰ったそれは吹彌が目的を果たして立ち去ると間もなくだったそして当然老婆の死骸を発見したしかしたたちに警察に届ける前に彼はあることを思いついたに相違ないというのは例の植木鉢だもしこれが 族の仕業なればあるいはあの中の金がなくなってはいはしないか多分それはちょっとした好奇心からだったろう彼はそこを調べてみたところが案外にも金の包みがちゃんとあったのだそれを見て斎藤が悪心を起こしたのは実に浅はかな考えではあるが 無理もないことだその隠し場所は誰も知らないこと老婆を殺した犯人が盗んだという解釈が下されるに違いないことこうした事情は誰にしても避けがたい強い誘惑に相違ないそれから彼はどうしたか警察の話では何食わぬ顔をして 人殺しのあったことを警察へ届け出たということだところがなんという無分別な男だ彼は盗んだ金を腹巻の間へ入れたまま平気でいたのだまさかその場で身体検査をされようとは想像しなかったと見えてだが待てよ斎藤は一体どういう風に弁解するだろう 次第によっては危険なことになりはしないかな吹機はそれをいろいろと考えてみた彼は金を見つけられた時「自分のだ」だと答えたかもしれないなるほど老婆の財産の高や隠し場所は誰も知らないのだから一応はその弁明も成り立つであろうしかし 金額があまり多すぎるではないかで結局彼は事実を申し立てることになるだろうでも裁判所がそれを承認するかな他に嫌疑者が出ればともかくそれまでは彼を無罪にすることはまずあるまいうまくいけば彼が殺人罪に問われるかもしれたものではない そうなれば閉めたものだがところで裁判官が彼を問い詰めていくうちにいろいろな事実が分かってくるだろうな例えば彼が金の隠し場所を発見した時に俺に話したことだとか教皇の2日前に俺が老婆の部屋に入って話し込んだことだとかさては俺が貧乏で 学士にも困っていることだとだかしかしこれらは皆吹矢がこの計画を立てる前にあらかじめ感情に入れておいたことばかりだったそしてどんなに考えても斎藤の口からそれ以上彼にとって不利な事実が引き出されようとは考えられなかった吹矢は警察から帰ると 遅れた朝食をしたためてその時食事を運んできた女中に事件について話して聞かせたりしたいつもの通り学校へ出た学校では斎藤の噂で持ちきりだった彼は半ば得意げにその噂話の中心になってしゃべった さて読者諸君探偵小説というものの性質に通行せられる諸君はお話は決してこれきりで終わらぬことを百もご承知であろういかにもその通りである実を言えばここまではこの物語の前提に過ぎないので作者がぜひ読者に読んでもらいたいと思うのはこれから後なのである つまり核もたくらんだ不規の犯罪がいかにして発覚したかというそのいきさつについてであるこの事件を担当した余信判事は有名な笠森氏であった彼は普通の意味で名判事だったばかりでなくある多少風変わりな趣味を持っているので一層有名だったそれは彼が一種の 素人心理学者だったことで彼は普通のやり方ではどうにも判断の下しようがない事件に対しては最後にその豊富な心理学上の知識を利用してしばしば走行した彼は経歴こそ浅く年こそ若かったけれど地方裁判所の一余震判事としてはもったいないほどの春祭だった 今度の老婆殺し事件も笠森判事の手にかかればもうわけなく解決することと誰しも考えていた当の笠森氏自身も同じように考えたいつものようにこの事件も予心停ですっかり調べ上げて後半の場合にはいささかの面倒も残っていぬように処理してやろうと思っていたところが 取り調べを進めるにしだんだんかってきた。警察署らは単純に斎藤勇の有罪を主張した笠森判事とてもその主張に一理あることを認めないではなかったというのは生前老婆の家に出入りした形跡のある者は彼女の債務者であろうが借家人であろうが 単なる知り合いであろうが残らず召喚して綿密に取り調べたにもかかわらず一人として疑わしいものはないのだ吹気や誠一郎ももちろんそのうちの一人だった他に嫌疑者が現れぬ以上差し詰め最も疑うべき斎藤勇を犯人と判断するほかはないのみならず斎藤にとって最も不利だったのは 彼が生来気の弱いたちで、一も二もなく法廷の空気に恐れをなしてしまって、尋問に対してもはきはき答弁のできなかったことだ。のぼせ上がった彼は、しばしば以前の陳述を取り消したり、当然知っているはずのことを忘れてしまったり、言わずともの不利な申し立てをしたり、焦れば焦るほど、 まますます嫌疑を深くするばかりだったそれというのも彼には老婆の金を盗んだという弱みがあったからでそれさえなければ相当頭のいい斎藤のことだからいかに気が弱いと言ってあのようなヘマな真似はしなかっただろうに彼の立場は実際同情すべきものだったしかしそれでは斎藤を殺人犯と認めるかというと 笠森氏にはどうもその自信がなかったそこにはただ疑いがあるばかりなのだ本人はもちろん自白せず他にこれという確証もなかったこうして事件から1か月が経過した余震はまだ終結しない判事は少し焦りだしていた ちょうどその時老婆殺しの管轄の警察署長から彼のところへ一つの耳寄りな報告がもたらされたそれは事件の当日5 2何0円在中の1個の財布が老婆の家から程遠からぬ町において習得されたがその届け主が嫌疑者の斎藤の親友である 福谷誠一郎という学生だったことを係の者のそろうから今日まで気づかずにいたがその大金の遺失者が1か月たっても現れぬところを見るとそこに何か意味がありはしないか念のためにご報告するということだった困り抜いていた笠森判事はこの報告を受け取って 一同の巧妙を認めたように思った早速吹谷誠一郎召喚の手続きが取り運ばれたところが吹谷を尋問した結果は判事の意気込みにもかかわらず大して得るところもないように見えたなぜ事件の当時取り調べた際その大金習得の事実を申し立てなかったかという尋問に対して 彼はそれが殺人事件に関係があるとは思わなかったからだと答えたこの答弁には十分理由があった老婆の財産は斎藤の腹巻の中から発見されたのだからそれ以外の金が事に往来に移出されていた金が老婆の財産の一部だと誰が想像しようしかし これが偶然であろうか。事件の当日現場からあまり遠くないところでしかも第一の県議者の親友である男が斎藤の申し立てによれば彼は植木鉢の隠し場所をも知っていたのだこの大金を習得したというのがこれが果たして偶然であろうか判事はそこに何かの意味を発見しようとしてもだえた 判事の最も残念に思ったのは老婆が札の番号を控えておかなかったことだそれさえあればこの疑わしい金が事件に関係があるかないかも直ちに判明するのだがどんな小さなことでも何か一つ確かな手がかりをつかみさえすればなあ判事は全才能を傾けて考えた 現場の取り調べも幾度となく繰り返された老婆の親族関係も十分調査したしかし何の得るところもないそうしてまた半月ばかりいたずらに経過したたった一つの可能性はと判事が考えた吹機が老婆の貯金を半分盗んで 残りを元通りに隠しておき、盗んだ金を財布に入れて、往来で拾ったように見せかけたと推定することだ。だが、そんなバカなことがあり得るだろうか。その財布も無論調べてみたけれど、これという手がかりもない。それに、吹矢は平気で、当日散歩の道すがら、老婆の家の前を通ったと申し立てているではないか。 犯人にこんな大胆なことが言えるものだろうか第一最も大切な狂気の行方が分からぬ吹矢の下宿の家宅捜索の結果は何者をももたらさなかったのだしかし狂気のことを言えば斎藤とても同じではないかでは一体誰を疑ったらいいのだそこには 確証というものが一つもなかった所長らの言うように斎藤を疑えば斎藤らしくもあるだがまた不器用とても疑って疑えぬことはないただ分かっているのはこの1ヶ月半のあらゆる捜索の結果彼ら2人を除いては1人の嫌疑者も存在しないということだった晩作つきた笠森判事は いいよいよ奥の手を出す時だと思った彼は2人の県議者に対して彼の従来しばしば成功した心理試験を施そうと決心した吹谷誠一郎は事件の23日後に第1回目の召喚を受けた際係の予診判事が有名な素人心理学者の笠森氏だということを知った。 そして当時すでにこの最後の場合を予想して少なからず狼狽したさすがの彼も日本にたとえ一個人の道楽家からとはいえ心理試験などというものが行われていようとは想像していなかった彼はシュシュの書物によって心理試験の何者であるかを知りすぎるほど知っていたのだこの大打撃にもはや 平気を装って通学を続ける余裕を失った彼は病気と称して下宿の一室に閉じこもったそしてただいかにしてこの難関を切り抜けるべきかを考えたちょうど殺人を実行する以前にやったと同じあるいはそれ以上の綿密と熱心を持って考え続けた笠森判事は 果たしてどのような心理試験を行うであろうかそれは到底予知することができないで吹彩は知っている限りの方法を思い出してその一つ一つについて何とか対策がないものかと考えてみたしかし元来心理試験というものが虚偽の申し立てを暴くためにできているのだからそれをさらに偽るということは理論上不可能らしくもあった ヤの考えによれば心理試験はその性質によって2つに対別することができた一つは純然たる生理上の反応によるもの今一つは言葉を通じて行われるものだ前者は試験者が犯罪に関連したさまざまな質問を発して被験者の身体上の微細な反応を適当な装置によって記録し 普通の尋問によっては到底知ることのできない真実をつかもうとする方法だそれは人間はたとえ言葉の上でまたは顔面表情の上で嘘をついても神経そのものの興奮は隠すことができずそれが微細な肉体上の兆候として現れるものだという理論に基づくのでその方法としては例えば オートマトグラフなどの力を借りて手の微細な動きを発見する方法ある手段によって眼球の動き方を確かめる方法ニューモグラフによって呼吸の新鮮知速を測る方法スフィグモグラフによって脈拍の高低知速を測る方法プレスチモグラフによって視誌の血量を測る方法 ガルバノーマターによって手のひらの微細なる発汗を発見する方法膝の関節を軽く打って生ずる筋肉の収縮の多少を見る方法その他これらに類した種々さまざまの方法がある例えば不意に「お前は老婆を殺した本人であろう」と問われた場合彼は平気な顔で「 何を証拠にそんなこと言い返すだけの自信はあるだがその時不自然に脈拍が高まったり呼吸が速くなるようなことはないだろうかそれを防ぐことは絶対に不可能なのではあるまいか彼はいろいろな場合を仮定して心の内で実験してみたところが不思議なことには 自分自身で発した尋問はそれがどんなに際どい不意の思いつきであっても肉体上に変化を及ぼすようには考えられなかった無論微細な変化を測る道具があるわけではないから確かなことは言えぬけれど神経の興奮そのものが感じられない以上はその結果である肉体上の変化も起こらぬはずだったそうして いろいろと実験や推量を続けているうちに、吹き矢はふと、ある考えにぶっつかった。それは、練習というものが心理試験の効果を妨げはしないか、言い換えれば、同じ質問に対しても、一回目よりは二回目が、二回目よりは三回目が、神経の反応が微弱になりはしないかということだった。つまり なれるということだこれは他のいろいろな場合を考えてみてもわかるとおり随分可能性がある自分自身の尋問に対して反応がないというのも結局はこれと同じ理屈で尋問が発せられる以前にすでに予期があるためにそういないそこで彼は「辞輪」の中の「何万」という単語を一つも残らず調べてみて 少しでも尋問されそうな言葉をすっかり書き抜いたそして1週間もかかってそれに対する神経の練習をやったさて次には言葉を通じて試験する方法だこれとても恐れることはないいやむしろそれが言葉であるだけごまかしやすいというものだこれにはいろいろな方法があるけれど 最もよく行われるのはあの精神分析家が病人を見るときに用いるのと同じ方法で「連想診断」というやつだ障子だとか机だとか陰気だとかペンだとか何でもない単語をいくつも順次に読み聞かせてできるだけ早く少しも考えないでそれらの単語について連想した言葉をしゃべらせるのだ例えば 障子に対しては窓とか敷居とか紙とか戸とかいろいろの連想があるだろうがどれでも構わないその時ふと浮かんだ言葉を言わせるそしてそれらの意味のない単語の間へナイフだとか血だとか金だとか財布だとか犯罪に関係のある単語を気づかれぬように混ぜておいてそれに対する連想を調べるのだ まず第一に最も資料の浅いものはこの老婆殺しの事件でいえば植木鉢という単語に対してうっかり金と答えるかもしれないすなわち植木鉢の底から金を盗んだことが最も深く印象されているからだそこで彼は罪状を自白したことになるだが少し考え深いものだったらたとえ金という言葉が浮かんでも それを押し殺して例えば「瀬戸物」と答えるだろうかような偽りに対して2つの方法がある一つは一順試験した単語を少し時間を置いてもう一度繰り返すのだすると自然に出た答えは多くの場合前後相違がないのに故意に作った答えは十中八句は最初の時と違ってくる。 例えば植木鉢に対しては最初は瀬戸物と答え2度目は土と答えるようなものだもう一つの方法は問いを発してから答えを得るまでの時間をある装置によって正確に記録しその遅速によって例えば障子に対して「と」と答えた時間が1秒間であったにもかかわらず 植木鉢に対して瀬戸物と答えた時間が3秒間もかかったとすれば実際はこんな単純なものではないけれどそれは植木鉢について最初に現れた連想を押し殺すために時間を取ったのでその被験者は怪しいということになるのだこの時間の遅延は当面の単語に現れないでその次の意味のない単語に現れることもある また犯罪当時の状況を詳しく話して聞かせてそれを復唱させる方法もある真実の犯人であったら復唱する場合に微細な点で思わず話して聞かされたことと違った真実を口走ってしまうものなのだ心理試験について知っている読者にあまりにも反射な叙述をお詫びせねばならぬがもしこれを略するときは 他の読者には物語全体が曖昧になってしまうのだから実にやむを得なかったのであるこの種の試験に対しては前の場合と同じく練習が必要なのは言うまでもないがそれよりもっと大切なのは吹矢に言わせると無邪気なことだつまらない技巧を浪しないことだ植木鉢に対してはむしろあからさまに 金または待つと答えるのが一番安全な方法なのだ。というのは、吹谷はたとえ彼が犯人でなかったとしても、判事の取り調べ、その他によって、犯罪事実をある程度まで致出しているのが当然だから。そして、植木鉢の底に金があったという事実は、最近のかつ最も深刻な印象に相違ないのだから。 連想作用がそんなふうに働くのは至極当たり前ではないかまたこの手段によれば現場のありさまを復唱させられた場合にも安全なのだただ問題は時間の点だこれにはやはり練習が必要である植木鉢ときたら少しもまごつかないで鐘 または待つと答えうるように練習しておく必要がある彼はさらにこの練習のために数日を費やしたかようにして準備は全く整った彼はまた一方においてある一つの有利な事情を感情に入れていたそれを考えるとたとえ予期しない尋問に接してもさらに一歩を進めて 予期した尋問に対して不利な反応を示しても業も恐れることはないのだったというのは試験されるのは不規矢一人ではないからだあの神経過敏な斉藤勇がいくら身に覚えがないといってさまざまな尋問に対して果たして虚心平気でいることができるだろうかおそらく彼とても少なくとも 吹家と同様くらいの反応を示すのが自然ではあるまいか吹奴は考えるに従ってだんだん安心してきたなんだか鼻歌でも歌い出したいような気持ちになってきた彼は今はかえって笠森判事の呼び出しを待ち構えるようにさえなった笠森判事の心理試験が いかかように行われたかそれに対して神経科の斎藤がどんな反応を示したか吹谷がいかに落ち着き払って試験に応じたかここにそれらのくだくだしい叙述を並べ立てることを避けて直ちにその結果に話を進めることにするそれは心理試験が行われた翌日のことである笠森判事が 自宅の書斎で試験の結果を書き留めた書類を前にして、小首を傾けているところへ、明智小五郎の名刺が通じられた。リーの殺人事件を読んだ人は、この明智小五郎がどんな男だかということを、幾分ご存じであろう。彼はその後、しばしば困難な犯罪事件に関係して、その珍しい才能を表し、 専門家たちはもちろん一般の世間からももう立派に認められていた笠森氏ともある事件から心安くなったのだ女中の案内につれて判事の書斎に明智のニコニコした顔が現れたこのお話は D 坂の殺人事件から数年後のことで彼ももう昔の書生ではなくなっていた なかなかご精が出ますね明智は判事の机の上を覗きながら言ったいやどうも今度は全く弱りましたよ判事が来客の方に体の向きを変えながら応じた例の老婆殺しの事件ですねどうでした心理試験の結果は明智は事件以来 度々笠森判事に会って詳しい事情を聞いていたのだいや結果は明白ですがねと判事それがどうも僕にはなんだか特進できないのですよ昨日は脈拍の試験と連想診断をやってみたのですが吹矢の方はほとんど反応がないのですもっとも脈拍ではだいぶ疑わしいところもありましたが しかし斎藤に比べれば問題にもならぬくらいわずかなんですこれをご覧なさいここに質問事項と脈拍の記録がありますよ斎藤の方は実に著しい反応を示しているでしょう連想試験でも同じことですこの植木鉢という刺激語に対する反応時間を見てもわかりますよ吹矢の方は他の無意味な言葉よりも かえって短い時間で答えているのに斎藤の方はどうです六秒もかかっているじゃありませんか判事が示した連想診断の記録は左のように記されていた丸印は犯罪に関係ある単語実際は百くらい使われるしさらにそれを二組も三組も用意して 次々と試験するのだが右の表は分かりやすくするために簡単にしたものであるねえ非常に明瞭でしょ判事は明智が記録に目を通すのを待って続けたこれで見ると斎藤はいろいろ恋の細工をやっている一番よく分かるのは反応時間の遅いことですが。 それが問題の単語ばかりでなく、そのすぐ後のや二つ目の荷まで影響しているのです。それからまた、金に対して鉄と言ったり、盗むに対して馬と言ったり、かなり無理な連想をやってますよ。植木鉢に一番長くかかったのは、おそらく金と松という二つの連想を押さえつけるために手間取ったのでしょう。 それに反してフキヤの方はごく自然です。植木鉢に待つだとか油紙に隠すだとか犯罪に人殺しだとかもし犯人だったらぜひ隠さなければならないような連想を平気でしかも短い時間に答えています彼が人殺しの本人でいてこんな反応を示したとすればよほどの低能寺に違いありませんところが 実際は彼は大学の学生でそれになかなか秀才なのですからねそんな風にも取れますね明智は何か考え考え言ったしかし判事は彼の意味ありげな表情には少しも気づかないで話を進めたところがですねこれでもう吹矢の方は疑うところはないのだが 斎藤が果たして犯人かどうかという点になると試験の結果はこんなにはっきりしているのにどうも僕は確信ができないのですよ。何も余震で有罪にしたとてそれが最後の決定になるわけではなしまあこのくらいでいいのですがご承知のように僕は例の負け抜きでね後半で僕の考えをひっくり返されるのが尺なんですよ。 そんなわけで実はまだ迷っている始末です。これを見ると実に面白いですね。明智が記録を手にして始めた。吹家も斉藤もなかなか勉強家だって言いますが、本という単語に対して両人とも丸善と答えたところなどは、よく性質が現れていますね。もっと面白いのは吹家の答えは、 みなどことなく物質的で理知的なのに反して斎藤のはいかにも優しいところがあるじゃありませんか叙情的ですね例えば女だとか着物だとか花だとか人形だとか景色だとか妹だとかいう答えはどちらかといえばセンチメンタルな弱々しい男を思わせますねそれから斎藤はきっと病針ですよ 嫌いに病気と答え、病気に肺病と答えてるじゃありませんか平成から肺病になりはしないかと恐れてる証拠ですよそういう見方もありますね連想診断ってやつは考えれば考えるだけいろいろ面白い判断が出てくるものですよところで明智は少し口調を変えていったあなたは 心理試験というものの弱点について考えられたことがありますかしらデ・キロスは、心理試験の提唱者、ミュンスター・ベルヒの考えを批評して、この方法は拷問に変わるべく考案されたものだけれど、その結果はやはり拷問と同じように、無婿のものを罪に陥れ、有罪者を逸することがあると言っていますね。ミュンスター・ベルヒ自身も、心理試験の真の功能は、嫌疑者が、 ある場所とか人とか物について知っているかどうかを見出す場合に限って確定的だけれど、その他の場合には幾分危険だというようなことをどっかで書いていました。あなたにこんなことをお話しするのは釈迦に説法かもしれませんがね。でもこれは確かに大切な点だと思いますが、どうでしょう。それは悪い場合を考えればそうでしょうがね。 むろん僕も判事は,は少し嫌な顔をして答えたしかしその悪い場合が存外手近にないとも限りませんからねこういうことは言えないでしょうか例えば非常に神経過敏な婿の男がある犯罪の嫌疑を受けたと仮定しますねその男は犯罪の現場を捉えられ 犯罪事実もよく知っているのですこの場合彼は果たして心理試験に対して平気でいることができるでしょうかああこれは俺を試すのだなどう答えたら疑われないだろうなどというふうに興奮するのが当然ではないでしょうかですからそういう事情のもとに行われた心理試験はデッキロスの「 いわゆる無効の者を罪に落とし入れることになりはしないでしょうか。君は斉藤勇のことを言っているのですね。いや、それは僕もなんとなくそう感じたものだから、今も言ったようにまだ迷っているのじゃありませんか。判事はますます苦い顔をした。では、そういうふうに斉藤が無罪だとすれば、 もっとも金を盗んだ罪は免れませんけれど一体誰が老婆を殺したのでしょう判事はこの明智の言葉を中途から引き取って荒々しく尋ねたそんなら君は他に犯人の目当てでもあるのですかあります明智がニコニコしながら答えた僕はこの連想試験の結果から見て 吹家が犯人だと思うのですよしかしまだ確実にそうだとは言えませんけれどあの男はもう帰宅したでしょうねどうでしょうそれとなく彼をここへ呼ぶわけにはいきませんかしらそうすれば僕はきっと真相を突き止めてお目にかけますがね何ですってそれには何か確かな証拠でもあるのですか判事は少なからず驚いて尋ねた 明智は別に得意らしい色もなく詳しく彼の考えを述べたそしてそれが判事をすっかり感心させてしまった明智の希望が入れられて吹き家の下宿へ使いが走ったご友人の斉藤氏はいよいよ有罪と決したそれについてお話ししたいこともあるから私の支度まで ご労を煩わしたいこれが呼び出しの口上だった吹谷はちょうど学校から帰ったところでそれを聞くと早速やってきたさすがの彼もこの吉報には少なからず興奮していたうれしさのあまりそこに恐ろしい罠のあることをまるで気づかなかった 笠森判事は一通り斎藤を有罪と決定した理由を説明した後でこう付け加えた君を疑ったりして全く愛すまんと思っているのです今日は実はそのお詫び方々事情をよくお話ししようと思って来ていただいたわけですよそして吹家のためには紅茶を命じたりして ごく打ちくつろいだ様子で雑談を始めた明智も話に加わった判事は彼を知り合いの弁護士で死んだ老婆の遺産相続者から貸金の取り立て等を依頼されている男だと言って紹介した無論半分は嘘だけれども親族会議の結果老婆の甥いが田舎から出てきて遺産を相続することになったのは事実だった 三人の間には斎藤の噂をはじめとしていろいろの話題が話されたすっかり安心した吹矢は中でも一番雄弁な話し手だったそうしているうちにいつの間にか時間がたって窓の外に夕闇が迫ってきた吹矢はふとそれに気づくと帰り自宅を始めながら言ったでは もう失礼しますが、別に御用はないでしょうか。おお、すっかり忘れてしまうところだった。明智が快活に言った。なあに、どうでもいいようなことですがね、ちょうどついでだから。ご承知かどうですか、あの殺人のあった部屋に二枚折りの金屏風が立ててあったのですが、 それにちょっと傷がついててていいいたととっっ問題になっているのですよというのはその屏風は婆さんのものではなく貸金の抵当に預かってあった品で持ち主の方では殺人の際についた傷に相違ないから弁償しろと言うし婆さんのおいはこれがまた婆さんに似たケチンボウでね元からあった傷かもしれないと言ってなかなか応じないのです。 実際つまらない問題で並行しているんですもっともその屏風はかなり値打ちのある品物らしいのですけれどところであなたはよくあの家へ出入りされたのですからその屏風も多分ご存知でしょうが以前に傷があったかどうかひょっとご記憶じゃないでしょうかどうでしょう屏風なんか別に注意しなかったでしょうね実は斎藤にも聞いてみたんですが 先生興奮しきっていてよくわからないのですそれに女中は国へ帰ってしまって手紙で聞き合わせても容量を得ないしちょっと困っているのですが屏風が低糖ものだったことは本当だがその他の点は無論作り話に過ぎなかった吹矢は屏風という言葉に思わずヒヤッとしたしかし よく聞いてみると何でもないことなのですっかり安心した何をビクビクしているのだ事件はもう落着してしまったのじゃないか彼はどんなふうに答えてやろうかとちょっと思案したが例によってありのままにやるのが一番いい方法のように考えられたハンジさんはよくご承知ですが僕はあの部屋へ入ったのは たった一度きりなんです。それも、事件の二日前にね。彼はニヤニヤ笑いながら言った。こうした言い方をするのが愉快でたまらないのだ。しかし、その屏風なら覚えてますよ。僕の見たときには、確か傷なんかありませんでした。そうですか。間違いないでしょうね。あの 小,野の小町の顔のところにほんのちょっとした傷があるだけなんですがそうそう思い出しましたよふきやはいかにも今思い出した風を装っていったあれは六花山の絵でしたね小野の小町も覚えてますよしかしもしその時傷がついていたとすれば見落としたはずがありませんだって 極式の小町の顔に傷があれば一目でわかりますからねじゃあご迷惑でも証言をしていただくわけにはいきませんかしら屏風の持ち主というのが実に欲の深いやつで始末に行けないのですよええよござんすともいつでもご都合のいい時に吹谷はいささか得意になって弁護士と信ずる男の頼みを承諾した ありがとう明智はもじゃもじゃに伸ばした頭を指でかき回しながらうれしそうに言ったこれは彼が多少興奮した際にある一種の癖なのだ実は僕は最初からあなたが屏風のことを知っておられるに相違ないと思ったのですよというのはねこの昨日の心理試験の記録の中で絵という問いに対して あなたは屏風といいう特別の答え方をしていますすねこれですよ下宿屋にはあんまり屏風なんて備えてありませんしあなたは斎藤のほかには別段親しいお友達もないようですからこれは指し詰め老婆の座敷の屏風が何かの理由で特別に深い印象になって残っていたのだろうと想像したのですよ。吹谷はちょっと驚いた。 それは確かにこの弁護士の言うとおりにそういなかったでも彼は昨日どうして屏風なんてことを口走ったのだろうそして不思議にも今までまるでそれに気づかないとはこれは危険じゃないかなしかしどういう点が危険なのだろうあの時彼はその傷跡をよく調べて何の手がかりにもならぬことを確かめておいたではないか 何平気だ平気だ彼は一応考えてみてやっと安心したところが本当は彼は明白すぎるほど明白な大間違いをやっていたことを少しも気がつかなかったのだなるほど僕はちっとも気づきませんでしたけれど確かにおっしゃる通りですよ なかなか鋭いご観察ですね吹機はあくまで麦香主義を忘れないで平然として答えたなあに偶然気づいたのですよ弁護士を装った明智が謙遜しただが気づいたといえば実はもう一つあるのですがいやいや決してご心配なさるようなことじゃありません 昨日の連想試験の中には8つの危険な単語が含まれていたのですがあなたはそれを実に完全にパスしましたね実際完全すぎたほどですよ少しでも後ろ暗いところがあればこうはいきませんからねその8つの単語というのはここに丸が打ってあるでしょこれですよと言って明智は記録の紙幣を示した ところがあなたのこれらに対する反応時間は他の無意味な言葉よりも皆ほんのわずかずつではありますけれど早くなってますね例えば植木鉢に対して待つと答えるのにたった0.6秒しかかかってないこれは珍しい無邪気さですよこの30個の単語のうちで一番連想しやすいのはまず緑に対する青などでしょうが あなたはそれにさえ0.7秒かかってますからね吹機は非常な不安を感じ始めたこの弁護士は一体何のためにこんな情舌を浪しているのだろう好意でかそれとも悪意でか何か深い下心があるのじゃないかしら彼は全力を傾けてその意味を悟ろうとした 植木鉢にしろ、油紙にしろ、犯罪にしろそのほか問題の8つの単語は皆決して頭だとか緑だとかいう平凡なものよりも連想しやすいとは考えられませんそれにもかかわらずあなたはその難しい連想の方をかえって早く答えているのですこれはどういう意味でしょう僕が気づいた点というのはここですよ一つ あなたの心持ちを当ててみましょうかえどうです何も一興ですからねしかしもし間違っていたらごめんくださいよ吹機はぶるっと身震いしたしかし何がそうさせたかは彼自身にもわからなかったあなたは心理試験の危険なことをよく知っていて あらかじめ準備ししていたのでしょう犯罪に関係のある言葉についてああ言えばこうとちゃんと不安ができていたんでしょういや僕は決してあなたのやり方を非難するのではありませんよ実際心理試験というやつは場合によっては非常に危険なものですからね有罪者を逸して婿の者のを罪に陥れることがないとは断言できないのですからねところが 準備があまり行き届きすぎていてもちろん別に早く答えるつもりはなかったのでしょうけれどその言葉だけが早くなってしまったのですこれは確かに大変な失敗でしたねあなたはただもう遅れることばかり心配してそれが早すぎるのも同じように危険だということを少しも気づかなかったのですもっともその時間の差は非常にわずかずつですから よほど注意深い観察者でないとうっかり見逃してしまいますがねとにかくこしらえ事というものはどっかに破綻があるものですよ明智の吹矢を疑った論拠はただこの一点にあったのだしかしあなたはなぜ金だとか人殺しだとか隠すだとか嫌疑を受けやすい言葉を選んで答えたのでしょう 言うまでもないそこがそれあなたの無邪気なところですよもしあなたが犯人だったら決して油紙と問われて隠すなどとは答えませんからねそんな危険な言葉を平気で答えうるのは何らやましいところのない証拠ですよねそうでしょう僕の言う通りでしょう 話しての目をじっと見つめていたどういうわけかそらすことができないのだそして鼻から口の辺りにかけて筋肉が硬直して笑うことも泣くことも驚くことも一切の表情が不可能になったような気がした無論口は聞けなかったもし無理に口を聞こうとすればそれは直ちに 恐怖の強制になったに相違ないこの無邪気なことつまり小細工を浪しないということがあなたの著しい特徴ですよ僕はそれを知ったものだからあのような質問をしたのですえお分かりになりませんか例の屏風のことです僕はあなたが 無,論無邪気にありのままにお答えくださることを信じて疑わなかったのですよ実際その通りでしたがねところで笠森さんに伺いますが問題の六花線の屏風はいつあの老婆の家に持ち込まれたのですかしら明智はとぼけた顔をして判事に聞いた犯罪事件の前日ですよつまり先月の4日です え前日ですってそれは本当ですか妙じゃありませんか。今、吹矢くんは事件の前々日、すなわち3日にそれをあの部屋で見たとはっきり言っているじゃありませんか。どうも不合理ですね。あなた方のどちらかが間違っていないとしたら。吹矢君は何か思い違いをしているのでしょう。ハンジが。 にやにや笑いながら言った4日の夕方まではあの屏風はその本当の持ち主のところにあったことが明白に分かっているのです明智は深い興味を持って吹矢の表情を観察したそれは今にも泣き出そうとする小娘の顔のように変な風に崩れかけていたこれが明智の 最初から計画した罠だった彼は事件の二日前には老婆の家に屏風のなかったことを判事から聞いて知っていたのだどうも困ったことになりましたね明智はさも困ったような小姉で言ったこれはもう取り返しのつかぬ大失策ですよなぜあなたは見もしないものを見たなどというのです あなたは事件の二日前から一度もあの家へ行っていないはずじゃありませんか。ことに六花線の絵を覚えていたのは致命傷ですよ。おそらくあなたは本当のことを言おう、本当のことを言おうとして、つい嘘をついてしまったのでしょう。ねそうでしょう。あなたは事件の二日前にあの座敷へ入ったとき、そこに屏風があるかないかというようなことを注意したでしょうか。 無論注意ししなかったでしょう。実際それはあなたの計画には何の関係もなかったのですしもし屏風があったとしてもあれはご承知の通り時代のついたくすんだ色合いで他のいろいろな道具類の中でことさら目立っていたわけでもありませんからね。であなたが今事件の当日そこで見た屏風が2日前にも同じようにそこにあっただろうと考えたのは ごく自然ですよそれに僕はそう思わせるような方法で問いかけたのですものね。これは一種の錯覚みたいなものですがよく考えてみると我々には日常ざらにあることです。しかしもし普通の犯罪者だったら決してあなたのようには答えなかったでしょう。彼らは何でもかんでも隠しさえすればいいと思っているのですからね。 ところが僕にとって好都合だったのはあなたが世間並みの裁判官や犯罪者より10倍も20倍も進んだ頭を持っていられたことですつまり急所に触れない限りはできるだけあからさまにしゃべってしまう方がかえって安全だという信念を持っていられたことです裏の裏を行くやり方ですねそこで僕はさらにその裏を言ってみたのですよ まさかあなたはこの事件に何の関係もない弁護士があなたを白状させるために罠を作っていようとは想像しなかったでしょうね。<laughs> <laughs> フキヤは真っ青になった顔の額,の額のところにびっしょり汗を浮かせてじっと黙り込んでいた彼はもうこうなったら弁明すればするだけボロを出すばかりだと思った。 彼は頭がいいだけに自分の失言がどんなに雄弁な自白だったかということをよくわきまえていた彼の頭の中には妙なことだが子どもの自分からのさまざまな出来事が走馬灯のように目まぐるしく現れては消えた長い沈黙が続いた聞こえますか 明智がししばららくしてから言った空、サラ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 という音がしているでしょう。うあれはね、最前から隣の部屋で僕たちの問答を書き留めているのですよ。君、もうよござんすから、それをここへ持ってきてくれませんかすると、妻が開いて、一人の書生邸の男が、 手に用紙の束を持って出てきたそれを一度読み上げてください明智の命令に従ってその男は最初から朗読したでは吹彌君これに署名して母音で結構ですから押してくれませんか君はまさか嫌だとは言いますまいねだってさっき 屏風のことはいつでも証言してやると約束したばかりじゃありませんかもっともこんな風な証言だろうとは想像しなかったかもしれないけれど吹奴はここで署名を拒んだところで何の甲いもないことを十分知っていた彼は明智の驚くべき推理をも合わせて承認する意味で署名捺印した そして今はもうすっかり諦め果てた人のようにうなだれていた。1000人も申し上げたとおり、明智は最後に説明した。ミュンスター・ベルヒは、心理試験の真の効能は、権疑者がある場所、人、または物について知っているかどうかを試す場合に限って確定的だと言っています。今度の事件で言えば、 吹谷君が屏風を見たかどうかという点がそれなんです。この点を他にしては、百の心理試験もおそらく無駄でしょう。何しろ相手が吹谷君のような、何もかも予想して綿密な準備をしている男なのですからね。それからもう一つ申し上げたいのは、心理試験というものは必ずしも書物に書いてある通り一定の刺激語を使い、 一定の機会を用意しなければできないものではなくて今僕が実験してお目にかけた通りごく日常的な会話によってでも十分やれるということです昔からの名判願は例えば大岡一善の神というような人は皆自分でも気づかないで最近の心理学が発明した方法